堀口明君。はい、31番堀口。大丈夫ぞ。おはようございます。八代無所属の会の堀口明です。平成26年3月議会初日の最初の質問させていただくことになりました。最初ということで少し緊張気味ではありますが、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さて今日は3月3日桃の節句であります。八代市内の中心市街地や平具町においては2月15日から3月の9日までおひな祭りが盛大に開催されております。各会場においては趣向を凝らしたおひな様や手作りの下げ物など数多く飾り付けられ、県内外からのお客様で賑わっていると聞いております。この行事につきましてはもう皆様ご存知の通り、女の子の健やかな成長を願う行事として江戸時代から受け継がれてきている日本古来の伝統行事の一つであります。このような伝統行事を古より受け継ぎ、また後世へと引き継いでいかなければならないと思っております。それともう一つ、この3月3日という今日は耳の日でもあります。1955年、今から約70年ほど前になりますが、日本聴覚医学会が創設し、翌年の1956年に社団法人日本耳鼻咽喉科学会が制定した記念日でもあります。一般の人々が耳に関心を持ち、耳の病気のことだけではなく健康な耳を持っていることに感謝することや、耳を大切にするため良い音楽を聴かせて耳を楽しませる、こういう日でもあります。また耳の不自由な人々に対する社会的な関心を盛り上げるために制定された日でもあるというふうに聞いております。さらに皆様もよくご存知と思いますが、三重区でありますヘレン・ケラーにサリバン先生が指導を始めた日が今日のこの3月3日というふうにだそうです。そのヘレン・ケラーに家庭教師のサリバン先生を紹介したのは、当時聴覚障害児教育の研究をしていたアレクサンダー・グラハム・ベルであります。このグラハム・ベルはご存知の通り電話を発明した人でありますが、彼の母親と奥様は聾者だったということはあまり知られていないことであります。その電話を発明したグラハム・ベルの誕生日もまた3月3日で今日であります。話は少し長くなりましたが、偶然と言いましょうか、必然と言いましょうか、議員の皆様のおかげで3月3日のこの耳の日に聴覚障害者の聞こえの保障であります手話について質問をさせていただけることに感謝を申し上げます。今回通告しておりましたのは2項目であります。1項目目、手話通訳の身分の保障についてであります。今回は聴覚障害者の言語、いわゆる言葉であります手話について質問をさせていただきます。第1項目は手話通訳の身分の保障についてでありますが、今回一問一答方式での質問をさせていただいておりますので、小項目の質問内容について5項目この壇上で述べさせていただき、詳細については発言者席より行います。まず小項目の1点目、今回質問するにあたり身分の保障、この身分の保障とはどういったものなのか、一つ参考にさせていただくために、非常勤特別職の地方公務員である消防団員の身分の保障、この消防団員の身分の保障についてお聞かせをいただきたいと思います。小項目2点目、現在八代市において手話通訳者の公的な身分の保障はあるのかをお聞かせいただきたい。小項目3番目、手話通訳者派遣事業が実施されている各自治体で手話通訳の身分の保障はされているのか、分かる範囲でお答えいただきたいと思います。続きまして小項目4番目、
手話通訳者は365日24時間体制で手話通訳の業務に従事しておられます。手話通訳者の立場を八代市はどのように思われているのかお聞かせください。大項目の最後5点目でございます。八代市において八代市独自の手話通訳者の身分の保障制度を確立できないものかをお聞かせいただきたいと思います。以上5項目を質問し、詳細については発言者席より行います。なお大項目の2点目、行財政改革と財政計画については再度登壇し質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。議長、堀口明君。はい、ただいま申し上げました小項目の1番、消防団員の身分の保障はどのようなものがあるかということでございますが、まず身分の保障とは一体何なのか、またどのようなことが身分の保障というのか、身分の保障について確認をさせていただき、その後に手話通訳者の身分の保障について話を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。国の制度や地方自治体の制度で法律あるいは条例によって職務を遂行するときには、その身分が保障されておるところであります。本市においても、市の職員、また我々特別職、市長、副市長、また、教育長等の特別職、さらには市政協力員等の保障制度も確立されて、あるところであります。そこで非常勤、先ほど申し上げました非常勤特別職の地方公務員という立場の消防団員でありますが、身分の保障はどのようなものがあるのか、一つの参考にさせていただきたいと思いますので、消防団の身分の保障について少しお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。山本市民共同部長。おはようございます。おはようございます。堀口議員ご質問の消防団員の身分保障についてお答えいたします。消防組織法及び消防法に基づいて、本市においては八代市消防団員等公務災害保障条例を定めております。その条例で消防団員が公務により死亡、負傷、疾病などの状況になった場合、または通勤による被害を被った場合は公務災害保障を受けることができます。損害保障の種類は療養保障、休業保障、疾病保障年金、障害保障、介護保障、遺族保障及び葬祭保障があります。この公務災害保障のほかに、八代市報酬及び費用弁償条例等に基づき、消防団員に対して年報酬、出動手当、退職報奨金が支給されます。また消防団員の相互扶助による共済制度として、公務中はもとより日常生活上の疾病等に対しても給付を行う福祉共済事業がございます。以上お答えといたします。堀口明君。はい、ありがとうございました。本年度の当初予算においても消防団員の報酬約2500名に対し5380万円、退職金報奨掛け金が約5000万円、退職報奨金これが5770万、それと今ありましたように出勤手当、出動手当ですね、これが1370万、まあ、合計で1億9200万円の、予算が提案されているところであります。今お話をいただいたように、消防団員がサイレンが鳴ったときには、家から、そしてまた、
消防小屋まで行く間、そしてまた消火活動、そして、家に帰ってくるまで、これについても保証があるというふうなお話でございます。今回消防団員の身分の保証というの部分と、手話通訳の身分の保証というのは、まあ、根本的には違いがありますけれども、双方とも人の命を守るという、まあ、こういう点においては同じものだというふうに私は考えております。消防団員も年々、減少傾向でございます。ぜひ非常勤特別職の地方公務員であって身分が保障されていることを大いに、PR し消防団員の確保に努めていただきたいと思います。堀口明君。はい。それと小項目の2番目でございますが、手話通訳の公的な身分の保障はあるかについてお尋ねをしたいと思います。本日も傍聴席において手話通訳を行っていただいておりますが、手話通訳者はろう者から通訳の依頼がありますといかなる時もいかなる場所へも通訳をしに行かなければなりません。例えばろう者が真夜中に急にお腹が痛くなって救急車で運ばれたときには時間に関係なく病院へ出向き通訳をしておられます。時には手術室に入ることもあると聞いております。また、ろう者が事故に遭った場合その現場へ出向き通訳する場合もありますし、また警察や裁判所等へ出向くことも、あることでございます。また子どもさんがいる場合には、入学式、卒業式、授業参観等々、学校へ行って手話通訳を行っていらっしゃいます。まあ、そういった日常生活の中で、営まれている分私たちについてはごく当たり前のことなんですが、ろう者にとっては手話は生きていくためにとても大切な言葉なのです。仮にこの八代で大規模な災害が起こった場合、ろう者にとっての情報の確保やコミュニケーションを取るということは非常に大切なことでありますし、そこにはやはり手話があり手話通訳者が必要となってきます。手話通訳者は自分自身の身の危険を顧みずどんな場合でも手話通訳の仕事をされています。このような過酷な労働条件の中で働く手話通訳者の公的な身分、この身分の保障は現在どのようになっているのかお聞かせをいただきたいと思います。上田健康福祉部長。はい、おはようございます。議員ご質問の、手話通訳者の身分の保障につきましてお答えいたします。ご案内のとおり手話は手や指の動き顔の表情などを使って意思を視覚的に表現する重度の聴覚障害者いわゆるろう者の方の重要なコミュニケーション手段です。一方平成23年の障害者基本法の改正では手話が言語に含まれることが明記され手話が利用しやすい環境を整備することとされたところでございます。そのような中本市ではその手話によりろう者と耳の聞こえる方との意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行う障害者総合支援法に位置づけられた意思疎通支援事業を実施いたしております。この事業はろう者の社会参加の促進のために手話通訳の養成講座および障害者理解のための研修会や啓発を行っている財団法人熊本県ろう者福祉協会に委託しており、本市での手話通訳者の派遣は手話サークル若木八代グループが実施されているところであります。現在本市で手話通訳に当たられている方は15名で、そのうち国家資格である手話通訳技能認定試験合格者の手話通訳士が3名、全国統一試験に合格した通訳者が2名、簡単な通訳ができる手話法師員と呼ばれる方が10名となっております。なおこのような手話通訳者を養成するために本市では毎年手話法師員養成講座を実施いたしております。
そこで議員お尋ねの本市における手話通訳者の現在の身分保障につきましては、地方公務員法に規定された消防団員とは違い、先ほど述べました通り委託事業でありますので、委託先の熊本県ろう者福祉協会の規定により行われております。具体的には活動に応じた報酬と交通費が支払われるほかは、健康保険や事故の際の保障等はないと伺っております。以上お答えといたします。以上、堀口明君。はい、ありがとうございました。まあ、端的に言うと、手話通訳者の方々の身分の保障、公的な身分の保障は今のところないというふうなお話でございました。まあ、また委託先が財団法人熊本県ろう者福祉協会に委託をしておる関係上、健康保険または事故等の際には保障ないというご答弁でございましたけれども、まあ、今お話を私がしたように身を粉にしてろう者の手となり足となって献身的に活動されているこの状況の中で身分の保障がないというのは大変残念なことであるというふうに思います。今先ほどご答弁のありましたように毎年手話方針養成講座を実施しておられますけれども、その中でどれだけの人が今後手話通訳者として育っていかれるのでしょうか。少し不安を感じざるを得ません。今後手話通訳者として育っていかれ、手話通訳者の中には、あ、すいません、手話通訳者の中にはご主人から誰があなたを認め保証してくれるのかと聞かれたときに、その方は何も答えられなかったとおっしゃっていらっしゃいます。せめて身分の保証は必要かと思います。どうぞよろしくお願いします。堀口明君。そこで、小項目の3点目でございますが、今八代では、そういうことで、まあ、公的な保証はないというふうに、お答えいただいたわけですけれども、その他他市の状況、こちらの方が、分かれば、情報があれば教えていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。上田健康福祉部長。自席から失礼します。熊本県下では全ての市で手話通訳者派遣事業を実施いたしておりますが、各市とも本市と同様に熊本県ろう者福祉協会に委託しており、身分の保障についても同様の内容でございます。以上でございます。堀口明君。はい、ありがとうございました。熊本県においては八代市同様で、保障がないと、県内においてはですね、ないということであります。部長、今まで私がお話をした中で手話通訳については大変苦労があることっていうのは、まあ、十分ご存知だというふうに思っております。まあ、そこで4点目でございますけれども、小項目の4点目ですけれども、365日、まあ、言うなら24時間体制でその手話通訳を行っておられます。派遣並び待機が今ある現実としてあるわけです。このことについては私たち普通の、まあ、暮らしをしている私たちについては想像をはるかに超えるものがあろうかというふうに思っております。まあ、その他にも手話通訳という部分については高い専門技術の習得や個人のプライバシーに係る守秘義務を課せられるなど、その重圧と過酷な、ものは本当に大変なものだというふうに思っております。とてもボランティアとか奉仕だとかとは言えない状況が今ここにあるのだというふうに思っております。さらに、手話通訳者はろう者に対する手話通訳だけではなくて後継者の育成や手話技術の習得にも必死になって今頑張っていらっしゃる部分はもう部長の方も十分ご存知だと思いますが、手話通訳者の立場、この立場というのを八代市はどのように見ておられ、またどのように思われているのかお聞かせをいただきたいと思います。上田健康福祉部長。はい、自席から失礼します。議員ご案内のとおり手話通訳者は地域の中でろう者の生活や権利の保障を支え、
ろう者の社会参加のために大変重要な役割を担っていらっしゃるところであります。さらに手話通訳者は単なる通訳だけではなく、ろう者と相手方との意見や立場を知りうる人として、公正な態度、さまざまなことを理解する知識や調整力および高い通訳技術が求められております。またその役割を果たすために、ろう者との強い信頼関係のもと、公私の別なく昼夜問わず活動されている通訳者の情熱等についても十分認識をいたしております。以上でございます。議長、堀口明君。はい、ありがとうございました。上田部長の答弁で、八代氏が手話通訳者の立場については十分ご理解とご認識をいただいていることに対して、本当に今安心しているところであります。議長、堀口明君。はい、続きまして小項目の5番目でございますが、八代氏において、今手話通訳の身分の保障がないというふうにお答えいただいておるところでございますけれども、身分の保障するようにですね、八代市独自でその制度が確立できないのか、ここをお聞かせいただきたいと思います。上田健康福祉部長。自責から失礼します。身分保障をはじめとした待遇改善は、通訳者の安全安心な活動を支援し、さらには通訳者の育成や確保につながるものと考えております。そこで本市では平成21年度に他市に先駆けて報酬アップを行っており、来年度は先ほど述べました手話方針養成講座を日中に活動できる方針を確保するため、昼間に開催することとしたところでございます。今後は手話通訳者の理解のための啓発を実施しながら、委託内容や事業の実施方法の見直しにつきまして、本市だけでなく県全体の手話通訳者の身分保障につながるよう、同様の事業形態を取っている各市にも提案しながら進めてまいりたいと思っております。以上です。議長、堀口明君。はい、ありがとうございました。この問題は今部長がおっしゃられたように今すぐできる問題ではないということは、私自身も十分分かっているところであります。ただ誰かがどこかで行動を起こさなければ、このままの状態がずっと続いて、ろう者の社会参加や知る権利、またコミュニケーションができなくなる可能性があると危惧するわけでございます。ただいま、上田部長の答弁で県にも働きかけ提案をいただくことをお約束いただきました。ぜひ、今後検討いただき、手話通訳者が安心して通訳ができる環境づくりを切にお願いを申し上げ、大項目の1を終わりたいと思います。ありがとうございました。議長、堀口明君。大項目の2、行財政改革と財政計画について再度ご登壇よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。はい、それでは大項目の2点目、行財政改革と財政計画についてでございます。まず財政計画についてお尋ねをいたします。今回の新年度予算編成では大変な努力をされたと聞いております。各課においては前年度予算額より一律 3% の削減で予算提出の要請があったと聞いております。その背景には合併算定替えの措置が平成32年で終了することにより、現在の水準より約35億円の減額を強いられることになります。その間に健全な財政運営と長期的な財政計画を立てなければならないということがあったかというふうに思っております。そこでいくつかお尋ねさせていただきます。今回は先ほど申し上げましたように、一問一答方式でございますので、小項目を私は明記しておりませんが、この項目については小項目を6項目ほど準備いたしております。まず1点目であります。平成26年度一般会計当初予算で地方債に仮返済があります。地方債を償還するのに借金をして返済するというのはどういう理由であったか分かりませんが、その理由をお聞かせいただきたいと思います。小項目の2点目、環境センター建設について
でございますが、195億円の債務負担行為を行うので、今回八代市の財政もとい環境センター建設について195億円の債務負担行為を行うことでの八代市への財政への影響はどういうふうになるのかお聞かせをいただきたいと思います。小項目3点目、新庁舎建設基金として今回3億円の基金を積み立てる提案がなされてあります。現在どのような計画で予算規模をどの程度見込んでいらっしゃるのかお聞かせください。小項目4点目、現在八代市において厳しい財政状況を強いられているところでありますけれども、その中で大変大きなプロジェクトが数多くあります。財政面で市民の皆さんは大変心配しているところであります。八代市の長期的な財政計画をお聞かせください。次に行財政改革についてお尋ねします。小項目の5点目でございます。平成26年度の組織編成についてどのように市長はお考え、失礼しました。平成26年度の組織編成についてどのように市長の考えを反映しているのかお聞かせをいただきたい。小項目6点目、市長の描く八代市の将来像をお聞かせください。以上、小項目6点を壇上からの質問とさせていただき、詳細については発言者席より行います。以上、堀口明君。はい、ただいま申し上げました小項目の1点目でございますが、市債、いわゆる借金でございますが、を償還する、もう要するに返す、市債を返すように、今回その借金をして返済するというふうなことがございます。地方債においては、借り返済が1億6650万円、これはいわゆる借金でございます。今回償還金が全体で68億5500万円ありますが、その返済に借り返済を充てるということについては、借金の返済を借金して返すということになりはしないかというふうに単純に考えるわけでございます。例えは悪いかもしれませんが、銀行から借りたお金をの返済を別の銀行から借金をして返すということになるんじゃないかなというふうに思っておりますが、この部分について、減災基金というのは7億5000万円ほどございますが、減災基金で賄うことができると思っておるところでありますが、この辺の説明をお願いいたします。木本総務部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の平成26年度当初予算で、借り返済を借り入れる理由についてお答えいたします。来年度、借り換えを予定いたしております借り換え債は平成21年度に日名具温泉の万平湯および第八中学校校舎改築にかかる市債の一部を5年満期の市民公募債で賄ったことから、この市民公募債の一括償還を行う平成26年度に今回の借り換え債を借り入れるものでございます。議員ご承知のとおり、本来市債は受益者負担の平準化を図るために借り入れるものであり、万平湯や校舎は5年間でその減価償却が終わるものではなく、その償却期間に見合った返済期間を設けるのが原則となりますので、その期間分10年を借り換え債で賄い、受益者負担の平準化を行うことといたしました。以上、お答えといたします。議長、堀口明君。はい、要は平成21年に、日名具の万平湯と第八中学校の校舎の建て替えの時に市民公募債で賄ったがゆえに、それが5年、
満期の市民公募債で賄った上に、今回平成26年に至った今現在で一括してそれを償還しなければならない、その償還するお金がないというようなことではないんでしょうけれども、返済期間の10年間分を借り返済で賄うということですよね、今の説明では。一定の理解はさせていただいているところでありますけれども、やはり借金をして、そしてその借金を返す、その借金をして借金を返すというのは、いかがなものかななんていうふうに思っております。市の財政、運営面で非常になんか硬直化しているような、状態ではないかというふうに、誤解されるというふうにも思っておりますので、その辺については、いろんな総務委員会の方でも、詳しく説明をしていただければというふうに思います。以上、堀口明君。はい、そこで、小項目の2点目でございますけれども、今、学校の耐震化がようやく目処がついて、子どもたちが安心して学校に通うことができる環境が整ったように、思っております。これもまた、市債を組んでのことであり、今後もその償還に何年もかかるというようなことになってまいります。今回、環境センターの建設について、施設整備や運営費として20年間で195億円の債務負担行為を行うこととしておりますが、このように借金が増える中、今回の債務負担行為ということで、現在の財政状況はどうなっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。木本総務部長。はい、指摘からお答えいたします。環境センターの建設の財源につきましては、国庫補助金のほか、市債借り入れを抑制するために、私有施設整備基金を繰り入れ、残りを地方交付税上有利な合併特例債で賄う予定でございます。なお、環境センター建設に伴う市債残高の増加により、財政運営の硬直化を回避するために、近年は年度末の収支状況に合わせまして、市債の借り入れを見合わせておりまして、平成21年度末に643億円ありました市債残高が、平成24年度末には618億円となりまして、3年間で25億円削減してまいりました。また、環境センターの運営費につきましては、現在の直営方式より効率的で安価な方法を予定いたしておりまして、市の負担が大幅に増大することはないと考えております。以上、ご回答いたします。以上、堀口明君。はい、平成21年から平成24年までの3年間で25億円の市債残高の削減、正直よく頑張ってこられたなというふうに思いがしております。また今後、市の負担が大幅に増大することはないという、こういうご答弁でありましたので、ひとまず安心をしているところであります。以上、堀口明君。はい、小項目の3点目であります。昨年6月に私が一般質問させていただいた折に、他市の事例を申し上げ、八代市の規模で、これは、新しい新庁舎の建設についてお話をさせていただいたんですが、新庁舎を建設することになると、私の試算では大体80億から100億ぐらいかかるんではないかというふうに言っております。今回、新庁舎の建設基金として 3億円の基金を積み立てる提案がなされてあります。現在どのような計画で予算規模をどの程度見込んでいらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。市長、中村博夫君。おはようございます。議員質問の新庁舎の計画および予算規模についてお答えいたします。新庁舎の建設につきましては、喫緊の課題としながらも、本市では学校耐震や環境センター建設を優先してきたため、なかなか建設に踏み切る判断ができなかったことが現状であろうかと思っております。また庁舎建設には国や県の補助金もなく、現金もしくは市債を借り入れて自前で建設するしかございません。
そのような中で、学校耐震が平成27年度で目処が立つこと、環境センター建設の時期がおおむね見えたこと、そして合併特例法の延長により合併特例債の借り入れ可能期限が5年間延びたことにより庁舎建設の財源として主催は合併特例債が最適だと判断いたしました。行政サービスの低下を少しでも回避するためにもその財源に合併特例債を活用するとすればなれば、建設の時期は合併特例法の延長期間である平成32年度完成を目指すべきだと考えております。次に予算規模でございますけれども、今年度から検討を行うためのプロジェクトチームや専門部会を立ち上げた状況であり、予算規模はまだ決まってはおりません。しかし被災の償還をすべて5年度の世代に任せるのではなく、5年度の負担を軽減するためにこの度視聴者建設基金を提案させていただきました。今後は建設年度までに20億円を目標に積み立て、被災借り入れ縮減を図ってまいりたいと考えております。以上お答えといたします。堀口明君。はい、市長、久しぶりに胸のスカッとするような気持ちの良い答弁をいただいたような気がいたしております。新庁舎の建設については平成32年完成を目指し頑張っていく意気込みを今私感じたところでございます。平成32年といいますと2020年東京オリンピックの時にこの八代市に新しい庁舎ができる、まあ、可能性がある、まあ、そこを目途にしていらっしゃる市長というような部分で、まあ、本当に今本当に気持ちのいい、気分でございます。またその財源として合併特例債を利用することによって軽減を負担するということでもございますし、まあ、よく計画を練られたものだというふうに思っておるところであります。ただ期限が、切れる平成32年、2020年についてまではあと6年しかないわけですね。この6年という短い間でございますが本当に大変だろうと思いますけれども、市長ぜひ頑張って実現をさせていただきたいというふうに思います、このことについてはですね、八代市にとって大きな転機になるというふうに私は感じております。この新庁舎の計画が今打ち出されたということだけでもですね、なんか光が見え、希望が見えてきたような気がいたしております。また県南に勇気や希望、県南のこの地域にですね、勇気と希望を与えるものであるように気がいたしております。また大きなプロジェクトが動き出したなというふうに、今喜ばしいビッグニュースであります。本当にありがとうございます。そこで心配されるのが、八代市の長期的な財政計画でございます。ちょっと座らせていただきます。堀口明君。はい、小項目の4点目、まあ、今お聞きの通り新庁舎が平成32年2020年に、まあ、完成をするのが一番最適ではないかというふうに今市長がお答えいただきました。まあ、このような大きなプロジェクトがある中で財政面は大丈夫かという市民の皆さんからの声は、大でございます。八代市の長期的な財政計画をお聞かせください。木本総務部長。はい、自席から失礼します。5年10年といった、中長期的な財政投資の投資を数値化いたしました、財政計画は、財政計画につきましては本定例会の総務委員会で報告する予定といたしております。議員ご心配の大型プロジェクトによる市債残高は、計画では平成32年度がピークでございまして667億円となる予定でございますが、平成35年度には640億円弱となり、その後は減少してまいります。また、やむを得ず多額の基金を取り崩すなど明るい未来を描いたような財政計画ではございませんが、
将来にわたる市政運営が可能な計画となっております。以上お答えといたします。以上、堀口明君。はい、平成32年が、市債残高のピークになると、まあ、それからずっと減少傾向であるというようなお話でございます。まあ、この一般質問についてはなかなかご答弁がいただけないという部分がございまして、常任委員会の総務委員会で報告される財政計画を楽しみにさせていただきたいというふうに思っております。議長、堀口明君。はい、続きまして小項目の5番目、平成26年度の予算組織編成についてどのように市長の考えを反映させていただいているのかでございます。行財政改革は現在進めている八千代市総合計画の推進を図るための柱であります。八千代市の10年後20年後の将来を見据えた改革を行っていかなければなりません。今回のこの組織編成改革で市長のお考えをどのように反映されているのかお聞かせください。坂本企画戦略部長。おはようございます。おはようございます。それではご質問の平成26年度の組織再編につきましてお答えをいたします。これまで本市におきましては行財政改革大綱や行財政改革実施計画アクションプランでございますけれども、これをはじめとしまして平成17年の合併時に確認をされました事務機構および組織の取り扱いの方針などを踏まえまして、社会の変化に応じるため主に行政機構や定員の見直しなど組織の再編に取り組んできたところでございます。このような中、平成26年度の組織再編につきましては昨年9月議会で市長が所信表明の中で申し上げました農林水産業の振興や地域振興、環境対策、教育・子育て支援などの8つの基本政策の実現に向けまして確実かつスピード感を持って取り組むため、各部署からの組織再編に対する要望などを踏まえまして、行財政改革推進本部での検討を経て決定をいたしました。その主な内容といたしましては、農林水産業の振興を主眼にいたしまして、特に熊本県南フードバレー構想をもとに策定いたします、八代市フードバレー基本戦略構想を推進する組織を作ることといたしました。具体的には農林水産業の振興による食関連産業の集積を目指しフードバレー八代の実現に向けまして農林水産部内にフードバレー推進課を設置し、また新規就農者の相談支援業務や農業全般の相談支援業務に対応することを目的といたしまして農業政策課内に営農支援室を設置することといたしました。さらに地域振興に取り組むため従来の重点港湾八代港営業隊を県内最大の国際貿易港であります八代港のさらなる振興充実を図ることを目的に名称を国際港湾振興課に変更をし、課内に国際港湾振興係を設置することといたしました。なお今回の組織再編は直面する課題に迅速に取り組むための組織とすることを最優先したものでございます。今後の組織再編につきましては特に合併後10年を迎えます平成27年度を一つの目処といたしましてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。堀口明君。はい、部長、ご丁寧なご答弁ありがとうございました。よく理解できたところでございます。まあ、今回の再編についてはどこに重点を置いて、今市長が取り組みをされているか、まあ、農業そしてフードバレーそして、港湾
この3つの柱が今喫緊の課題であるというようなところで、そこについて組織の編成を行ったというようなことがよく分かりました。私自身も八代の扶養県南の振興についてはフードバレー構想の実現と発展が鍵だというふうに思っております。新しい課になってからも全力で頑張っていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、堀口明君。はい、小項目の6番目最後でございます。何度も申し上げますが、厳しい財政状況の中で辛抱しなければならないことは理解できます。しかし辛抱ばかりでは活気も薄れ、将来の夢も描けなくなってくると思います。市長が言われる未来の子どもたちが夢を持てる新生八代づくりのために、多少の借金はしてでも夢の持てる事業を実現していかなければならないと思いますけれども、市長のお考えをお聞かせください。市長中村博夫君。八代市の将来像についてのご質問でございます。昨年9月に定例市議会の所信表明でも述べましたけれども、この10年間市運営を継続性にかけ、中長期的な視点での行政運営に至らず、まちづくりも停滞している感があります。景気対策や行財政改革、さらには経済産業の活性化など山積する八代市の重要課題に対し、さらにスピード感を持ってまちづくりに取り組む必要がございます。特に平成27年度には合併10周年の節目を迎え、今後の八代市のまちづくりについて一定の方向性が確立されるべき時期を迎えようとしております。これからの4年間は10年後、20年後にとどまらず、50年後の八代市を見通す中で、その礎を築くための非常に重要な4年間であると強く認識しております。このようなことから、私は来るべき八代の未来を見据え、基本理念の一つであります熊本の副都心づくりを進めてまいります。ご承知のように、八代市は地理的に九州の中心部に位置し、高速道や新幹線、八代港という物流の基盤を備え、広大な平野、球磨川の水の恩恵を受ける農業や工業など、都市としての魅力や高いポテンシャルを有しております。この恵まれた環境と資源を最大限に活用し、熊本県における副都心づくりを進めてまいります。そのためにも、今後の市政運営にあたりましては、議員の皆様方はじめ、市民の皆様との対話を第一とし、各種施策について議論を尽くしながら力を合わせて進めさせていただきたいと思います。また時にはこれまで培った経験と人脈により、国政県政との連動した姿勢を確立し、八代の経済浮揚を図ってまいりたいと考えております。以上、堀口明君。はい、ありがとうございました。昨年の市長が就任されて、からの所信表明の部分と、あまり変わらないところかなと思っておりますが、市長が就任されてもまだ何ヶ月、1年経ってないわけなんですけども、かなりこういろんな形で今動いてきているような気がいたしております。それと今先ほどお話をいただいたこの新庁舎の建設についてはですね、本当に皆さん方に夢や希望が持てるような、こういうことじゃないかなと思います。新庁舎どうするんだ、もう40年以上も経っていつどこにどういうふうに建てるんだということが、今ようやく新庁舎建設のプロジェクトチームが立ち上げ、そして基金までそれを設立をされるというような状況がございますので、八代市に明るい未来が少し見えてきたかなというふうに今思っているところでございます。私も微力ながら、八代市の発展と、また市長が言われる熊本副都心づくりに頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございます。